はい、皆さんこんにちは、うまい棒です。今ね、画面にいろんな人が出ていますが、なんか見知らぬペリオさんが突然やってきたのでね、急遽、まあカメラの方を回しました。というわけで実況プレイパート34、早速やっていきたいと思います。まあ今回もいつ切るかわかんないですし、まあ慌てて撮ったため画質もクソですが、ご了承ください。任天堂さん。お、下で3人が井戸端会議してますね。任天堂さんからお手紙。お、任天堂さんからね、お手紙の方が来ましたね。あ、これ。そうだ。まずこの魚は釣りました。昔寄贈した覚えがあるので、売りたいと思います。で、この20万は、前回の最後で、大地さんの村で鬼ごっこをするということになりましたよね。それはまあ残念ながら撮影はできなかったんですが、見事最後鬼じゃなかったのでね、賞金として20万いただきました。ありがとうございます。ではね、任天堂からお手紙読みましょう。任天堂より、違う、OK、 よし。今回お届けするのは魔女の薬。ひとたび口にすると深い眠りに落ち、永遠に目覚めることはないという。任天堂なんてものを送ってくんだ。おい、ちょっと待て、任天堂どうした、なんでこんなものを。魔女の薬、ちょ、こっちの手紙は、これはも文句さん、ああ、大地さんの村の人ですね。どうせまた遊びに来てくれパターンなのでね、省略したいと思います。ではね、任天堂からもらったこのなんか呪いの薬をまあ置いてみましょう。置きたくないんですけどね。えい、うわ、こういうやつか。なるほどね。でも燃えてるよねこれ、危ねえか。ちょ、まあいいや。まあ、せっかく、ね、任天堂さんからの手紙なのでね、これは、まあ、もらいましょう。ではね、収録時間の関係上、長くても10分くらいにさせていただきたいと思います。ごめんなさい。ではね、ちょっと今回やることがいっぱいあるんですよね、この時間の中に。時間中に。なんだっけ？そうそう。まずはこのもらった20万で、積立金の方をね、まあ、完成、返して、橋を架けたいと思います。まあ、前もってね、9万くらいやったのでね、10万くらいやればいいでしょう。よいしょ。1万、10万、OK。よし。橋できるか？はい。あ、ない。橋できないのね。じゃあ、あと1万くらいかな。1万円。えい。いや、いくら欲しいのか、お前は。お前はいくら欲しいんだ。まあまあいいや。じゃあ、8万くらいあげましょうか。これで橋ができたんじゃないでしょうか。あれ、まあ多分ね、言わないですけど、そのうちできると思います。お、なんだこれは。赤いスイカの椅子。ほう、椅子ですか。いいですね。ではね、ちょっと時間も時間なので、仕立て屋と店を見てお会いにしようかな。よいしょ。ふぅ。はい、こんにちは。特にいいのはないですね。はい、ありがとうございました。さてと、どうしようかな。じゃあお店行きましょう。
おっすたぬきちようたぬきち。いやじゃあ52五段になります。はいよ。これはなんだ、これは縄文土器、すげえな。でこれが露天風呂、いらないな。ちょっとうわ閉じ込められたぞ。でこれがラブソファーか、ソファーね。でこれがオッケー買う。でこれがおログソファー、いやでも座り心地が悪そうだね、やめよう。でこれはバックパック、いや旅行は行かないからね、大丈夫。じゃあね、あとは村のまあパトロールしましょう。はい、ありがとうございました。ちょっとバッテリーもまあ前みたいにね、バッテリーが途中で消えるかもしれません。とにかくまあ今日はね、中途半端な終わり方をすると思います。おっと、残り 15% か。まあいいや。じゃあスイカの椅子をね、まずは置きに行きましょう。ふぅ、さあこれだ、これどうしよう。そうだな、置くとこないな。じゃあどうしよう。いや、とりあえずここら辺に置きましょう。魔女の薬、グヘヘヘ。でそうだ、スイカの椅子だったね。スイカの椅子と、これかな、これか。おこれもブーブークッションか。なるほどね。じゃあこれをね、こうするか、こうしてみるか。チュチュ、おスイカだ、すごいスイカ、いいんじゃないですか。これはいいですね。じゃあね、このオレンジチェアはなんかで使えそうだな。じゃあここら辺に料理するときにね、まあちょっと休憩で座れるために置いときましょう。チュチュ、近い、わわわ。じゃあね、どうしましょう。ふぅ、でもなぁ、おブレンダさん、おぉ、探してたのね。鼻カマキリ、あー、はい、いいっすよ。鼻カマキリってことは花にいるんですね。じゃあね、花の方をまあ行きましょう。花カマキリ、いるかな、いない、いるかな、いない。そして枯れてる、違う、来た、よし、さっと、あとはね、こっちの王にも花合いましたね。ふう、あれ、まあまあいいや。さてと、
こっちの方もね、ないみたいですね。ちょっとだいぶ花が減っちゃいましたよね。じゃあ何をしましょうかね。もうやることないな。でもあと収録3分くらいは収録できるんだよな。お、ポードさん。違う、マルコか。マルコポードか。不思議。あ、あっちの迷子ね。ああ、なるほどね。じゃあ適当に木を揺らしましょう。お、しゃくべる。おお、誰だっけお前。そうそうそう、ビアンカ、ビアンカ。おお、はい、山眉か、あれか。なるほどね。はい、じゃあいたらね、いたら捕まえてあげればいい。おお、100ベル。あれ、まあいいや。なんかないですかね。特にないですね。また最後に蜂を捕まえて終わりたいな。ふう。ないですね。おっと。じゃあね、時間上の関係で今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ではここまで見てくださった方ありがとうございます。ではね、またパート35で会いましょう。さようなら。